天人神洋流乱歩技の腰投げ、アメリカ海兵隊の訓練における大腰大腰は、柔道の腰技の一つ。行動官や国際柔道連盟での正式名、アイフ略語を語。大きく踏み込み、その動きに合わせて、前回りさばきで相手を前に崩し、釣り手を脇の下から腰に回し、腰を深く入れ、腰を上げて、持ち上げるようにして投げる技。帯を掴んで投げると、 釣り腰になる。背中腰あるいは腕腰に背中をつかむ組手でのパターンが多く使われる。しかし、腰技としては最も基本的である技であるとされ、また初心者でも受け身が取りやすく投げる側も深く腰を入れて相手を乗せる感覚がつかみやすい技であるので、投げ技では一番初めに指導されることが多い。柔道着を着用しない総合格闘技や軍隊。 格闘技では多用される。引越しは相手の内股や腰技を相手の腰を飛び越してかわしての大腰。相手の内股や腰技を相手の右腰を飛び越してかわし、右手を引き手、左手を釣り手として大腰で相手を投げる。太字は大腰との違いである。当初は移り腰の一つとの意見があったが、行動間で検討した結果、大腰という技名になった。 天人神洋流従術五杯教授使いには、乱歩儀の一つに腰投げという名称で、死活自在、接骨療法、柔道整理書には、入り腰保という名称で、大腰と同じ技法が記載されている。カノうジゴロウがヨーロッパへの公開中、ロシア人レスラーと取り組み大腰で投げ飛ばしたという逸話が残っている。ありがとうございます。